山伏。山伏とは、山中で修行をする、修験道の行者、修験者、修験者ともいう。山伏は、吉野山地の大峰山、金峰山寺、現在の奈良県を代表に、大山、鳥取県や、羽黒山、山形県など、日本各地の霊山と呼ばれる山々を踏破、塗装し、残悔などの厳しい観覧苦行を行って、 山岳が持つ自然の霊力を身につけることを目的とする。山岳信仰の対象となる山岳のほとんどは、一般の人々の日常生活からは、かけ離れた高いに属するものであり、山伏たちは、山岳という高いに住んで、山の霊力を体に吸収し、高いや限界をつなぐものとしての事故を引き上げて、それらの霊力を人々に授ける存在とされていた。 富士港や熊野参りが盛んな時代には、千夏と呼ばれる山伏たちが、地方の信者をバックアップするために、全国の霞城港を組織的に巡回し、ガイドとして参拝に同行した。山伏は頭に頭入り、頭筋、頭筋、頭筋と呼ばれる多角形の小さな帽子のようなものをつけ、手には尺状と呼ばれる金属製の杖を持つ。 ケイサと鈴掛けという朝の方位を身にまとう。また、山中での互いの連絡や合図のために、ほら貝を加工した楽器を持つ。天狗やカラス天狗は山伏の装束を身にまとうとされた。日本各地に山やそこにある巨石を崇拝対象とした祭祀遺跡があり、山岳信仰は原始時代から続いている。 伝来した仏教でも山に入って修行する僧侶らがおり、比叡山延暦寺や高野山根坊坊寺のような山岳寺院も形成された。そこからさらに山中に分け入って修行する僧侶がいた。山伏の祖はアスカ時代の縁のオズヌ、縁の行者とされることが多いが、言葉としては平安時代中期の新猿楽期に大言者次郎というものを山伏修行者と書いているのが山伏。 伏せの初見である。大峰などでは、山岳修行者の守り本尊として、金剛座王菩薩、座王権元が尊崇された。厳しい修行をする山伏は、常人にはない力を持つと信ぜられた。密教像と同じくカジキ等を依頼され、くじを切り、印を結び、だらにを唱えた。宇治修衣物語には私船を祈りで呼び戻したとの話が載る。 室町幕府の実力者でありながら、魔法の修行に励んだ、細川政元は、出家のごとし山伏のごとしと称された、足利清樹。山伏が各地の山を修行して回る場合、縮小、食料は、里人や、寺院の接待に頼った。関所の石船や渡し船の運賃、船主、川では、免除されるのが慣例で、処方の交通に明るく、山伏の道、 アズ鏡といった抜け道もよく心得ていた。このため、山伏が死者やその道案内を務めたり、逃亡者や密使が山伏に偽装したりしたことが、鎌倉時代から南北朝、室町時代に勝て、たびたびあり、縦脇も珍しくなかった。源義経主従は、欧州へ落ち延びる際に山伏に噴していたと、伝えられている、アズ鏡、義経紀藤。 山毒の寺院などに定住した山伏には、再滞したり、地獄を囲ったりした者も,もいた。鎌倉時代以降、山伏の数が増えるにつれ組織化が進み、自社に寄宿する山伏たちが、所領などをめぐる紛争で、共同行動を起こすこともあった。山伏を統括する寺院のうち、特に有力となったのは、天台集計元山派と真言集計登山派が有力である。 武家からの介入も増え、江戸時代の慶長18年5月21日には、山伏ハット、修験道ハットが発せれて、本山、東山両派による山伏の統括が法制化された。両派に属しない山伏もいた。明治政府は、明治5年、神仏分離令を発した。山伏は、神言、天台領衆いずれかに属するか、神官となるか、機能するかを求められたが、 その後も山で宗教的な修行をする者は絶えず、国先半島、大分県のように古の山伏修行が復興した地域もある。山伏独特の修言十六道具は、それぞれ富士の世界、十回、不動明王、母体などを象徴する。これらを身にまとい功を収めることにより、修言者はその力を身につけることができるのである。1. 頭入りに、け。 鈴掛けから3、欠下さ、不動下さから4、埼玉年次5、ほら6、半外、日傘から7、尺上、菩薩尺上から8、9、箱9から9、肩箱から10、金剛杖から11、引式から12、キャハンから13、八つ目のわらじから14、日ぎから15、芝田から16、そうナは、ラチョから17、ホキセン、カンマンキ。上が、 その一覧であるが、一から十二を山伏十二道具、一から十六までを山伏十六道具という、胸につけられたぼんぼりは、血下さの盆天という。山伏は、神仏集合の影響が強く残る、神社仏閣に所属する僧侶や神職がなることが多い、他、普段は社会人として働く在家の信者が、 こう組織して、修行の時だけ山伏となることも多い。山伏の公の多くは、新言集計登山派の第五次か、天台集計元山派の正和院のどちらかに所属する。他に、吉野の教派新党や単立寺院の山伏など、どちらにも属さない場合もある。羽黒山では、毎年9月、希望者が、白小族を着て入部し、断食、滝打ち、日渡り、床券 座禅、忍句の行、南蛮異武士などの活動を通して山伏修行を体験できる。山形県の湯戸の山では4月から11月までの間、山伏体験ができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。